これまた新たなおかしな、事件。グリ下であった19歳の男ら3人逮捕。公園で20代男性が暴行を受け意識不明の重体。他にも男女数名が逃走中。大阪豊中市。これね、なんかおかしな。まず事件読んでみます。18日の夜、大阪の豊中の公園で20代の男性が暴行された。意識不明の重体だから、まあ、ね、かなりの暴行を受けたってことね。殺人未遂容疑で警察は19歳の男ら3人を逮捕した。未成年ですね。大阪市浪速区の職業不詳の19歳の男、住所不定無職の19歳の男、なぜか東京都の北区の16歳の少年3人。警察によると男らは殺意を持って18日午後9時15分から約1時間の間、大阪府の豊中市庄内、まあまあ公園でね、京都の22歳の男性に頭や体を足蹴りするなど暴行を加え怪我をさせた疑い。男性は発見時に下半身が裸の状態。ここですかね、異常なのは。タンクトップだけ着てるらしいですよ。でも下すっぽんぽんっていう、なかなか変態な格好をしてる。で、口から血を流して倒れている。病院に搬送されたが意識不明の事態。男性は5人から10人ぐらいの男女に、だから男女なんですよ。女性も女もいたんですよ。犯人側に。暴行を受ける様子が目撃されている。警察は3人の認否について明らかにしてない。男と少年らは大阪の南の、まあ、いわゆるグリ下、東横みたいなね。グリ下ってグリコの下で。警察は殺人未遂として捜査し、3人以外の男女数人が事件に関わったと見て、行方を追っている。何なんだろう、この事件と思って。なんでこんなことがあったんだろうっていう。はい、全然そこまでしか出てない。なんかの情報がないかなと思って、爆災なんかでも見たりとかしたんですけど、特になく。なんで裸なんだ、すっぽんぽんなんだ、下だけ出してんのと。ゲイなのかとかね。なんかそういう趣味なのかみたいなね。まあ、要は、殴られて下脱がされたのかみたいなね、感じが。書かれてたりと、そのズボンとかパンツも近くで発見されてるんですよ、ね、これ推理するんですけど、これ筒持たせでしょうと思うんですよ。一人だけ年上じゃないですか、22歳って。多分サラリーマンとかなんじゃないですか。で、京都ってちょっと離れてますよね。みんな大阪でグリ下に集まって筒持たせじゃないですか。で、女の子もいたんですね。女もなんか、要は女の子もここの中にいた。要するにグリ下で立ちんぼみたいなのがいるんじゃないですか、グリ下にも、トー横みたいに。そこで、話しかけて、やらないと。エッチなことしないと。そして、いくらいくらでお金払って、みたいな感じの話を、結構安めに言ったのかわかんないですけど、この22歳の男はついてきたと。この公園を指定したんじゃないですかね。で、この公園のトイレかなんかで、じゃあ、やってあげるよと。やろうよと。いうので、男はやるつもりで脱いだんじゃないですか。そこに、この仲間の男たちがゾロゾロと入ってきて、最初からね、そうやってつもり、何やってんだと。俺の女に手出すとか、金出せよと。いやいや、何やってんだ、俺は違うと。この子に誘われたんだ。下半身むき出しで、今からやろうと思ってなんだ、みたいな感じになって、押し問答が始まり。でも向こうは相当な人数入ってる。いざこざが始まったと。じゃあこいつやっちまおうか、ボコボコにして金取ろうかみたいな感じになったんじゃないですか。で、そこに駆けつけ、誰かが見てて通報して警察が来たからわーっと逃げたって話でしょ。まあ、そういう、僕はそんな浅はかな話だと思いますよ。だから、いわゆるこの未成年が手っ取り早く金にするための筒持たせをやったんじゃないですか。女の子使ってグリ下にいる女の子使ってね。まあ、東横にもよくあるような話ですよ、これは。多分東横でも腐るほどあるんじゃないですか、こういう話は。筒持たせしてるのって、後ろについてる若いこの不良みたいなやつらくっついて、おっさんから金取っちゃおうぜみたいな感じでやってる。まあ、その一環だったのがちょっとやりすぎてしまったってことなんじゃないですかね。だから男性は下半身が裸っていう、ちょっとみっともない格好で発見されたと。まあ、僕はそういうふうに推理いたします。